国道2 0号起点福岡県北九州市、八幡西区筒井町交差点付近国道2 0号終点福岡県筑紫野市、原田交差点付近国道2 0号は、福岡県北九州市八幡西区から筑紫野市に至る一般国道である。北九州市八幡西区の黒崎地区から南下し、能形市から南西方向に伸び、飯塚市などを経て、冷水峠を越え、 筑紫野市の南部の原田地区で、再び国道3号に交流する。全線にわたっておおむね地区方本線と、並行する。北九州市と筑紫野市の間は、福岡市を経由する国道3号よりも距離が短い、ため、北九州市等と筑紫野市南を行き来する場合に、国道3号のショートカットとして利用される。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、 経過値は次の通り。現在の国道200号のルートは、本州方面と長崎とを結ぶ長崎街道の一部であった。1885年の内務省国時代6号、国道表では、長崎街道がそのまま、国道4号、東京より長崎港に達する路線となった。しかし、1920年施行の旧道路法に基づく路線認定では、 福岡市を経由するルートが国道2号、東京市より鹿児島県庁所在地に達する路線となり、現在の国道200号のルートは国道から外された。その後、同区間が再び国道となるのは1953年のことであった。農型バイパス、福岡県北九州市や旗西区バイパスや拡幅による改築が順次行われ、2005年に 能型バイパスが完成したことにより、ほぼ全線にわたって直線的な高い規格の道路となっている。もともと、八幡西区、小峰地区、上津密区地区が激しい渋滞で有名であったが、その区間が国道211号となり、現在北九州市内では目立った渋滞箇所はない。飯塚市の価値性歩道橋交差点も県内で有数の激しい渋滞箇所であったが、 現在歩道橋は取り外されて、高架橋が建設され、2010年8月11日に開通した。またこの価値性歩道橋は、福岡県のちょうど真ん中にあたる、峠トンネル。ありがとうございます。